1。ランキング5位、草間智之です。この試合、ジャッジは熊崎さん、伊達さん、手崎さん、この3人が採点します。レフリーは阿部さんです。昨日行われた計量ではチャンピオン渡辺はリミットを 200g 下回る121パウンド2分の1、一方の草間はリミットちょうど122パウンド、ともに計量は1回でパスしています。日本スーパーバンタム級タイトルマッチ10回戦、まもなくゴングです。今第1ラウンドのゴングが鳴りました。ともに黒のトランクスです。シルバーのベルトラインとサイドラインが入っているサウスポースタイルがチャンピオンの渡辺淳一です。一方黒のトランクスに赤のサイドラインがチャレンジャーの草間智之です。とにかく KO 率 83% を誇るサウスポーのハードパンチャー渡辺淳一に対して草間が積極的に仕掛けていきます。草間はこれまで21戦して11勝8敗に引き分け、ただまだノックアウト、ダウンがありません。プロに入って21戦ダウンが一度もないというチャレンジャー草間が細かく左右のフックを打っていきます。ちょっと顔をしかめましたチャンピオンの渡辺淳一。ファイティング原田さん、高い KO 率を誇るチャンピオンとタフなチャレンジャー、興味深い組み合わせになりましたね。そうですね、やっぱり渡辺君が草間君のダウンしたことない草間君ダウンさせるか、はい、また非常に草間君頑張りですからね、はい、渡辺君のパンチを後半頑張って、はい、後半に前半頑張ってですね、後半に持ち込むと面白いと思うんですよ、またね、はい、じりじりとプレッシャーをかけて左ストレートチャンピオンです。チャンピオンの渡辺淳一です。浜田剛さん、はい、両選手の立ち上がりどうですか。今のところですね、はい、草間の方が相手のペースを乱そうという感じでやってますよね。あ、そうですか、立ち上がり、はい、渡辺の場合の打ち合えば強いですけどね、相手の方がなかなか打ち合ってこないという状態が、はい、今後出るんじゃないですかね、はい、チャレンジャーの草間がちょっと足を使っています。フットワークを使っている草間智之、前に出てプレッシャーをじりじりとかけていくチャンピオンの渡辺淳一。軽い左右のボディを見せましたチャレンジャー。そしてインドボディーブロー、左ボディの打ち合いになった。あの草間君のあのボディはいいですね、はい、狙いはね、右のボディーブローです、あれでも渡辺君打たしたんですね、はい、チャンピオンが前に出ます。プレッシャーをかけていきます。リング中央に戻りました。第1ラウンド立ち上がり間もなく2分が経過するところ、頭左接近して、左の打ち合いだ。草間の左も当たりました。おっとバランスを崩した、草間これはスリップです。ちょっとバランスを崩しました、離れ際草間。さあ渡辺が左のボディを打っていく、接近戦になった。左のボディを打つ、左のボディブロー、そして顔面へ右で頭を押さえつけます。これは注意がありました。チャンピオンの渡辺淳一です。結構草間はしぶとくてですね、やりにくい方やりにくい方にボクシングを向けますからね。あ、はい、今日が2度目のタイトル防衛戦、渡辺淳一、さあ打ち合いになるか。両者もつれるようにニュートラルコーナー付近です。第1ラウンド間もなく残り15秒になります。大きな左接近しています。ここはクリンチ、両者を分けます。緊張の立ち上がり。第1ラウンドまた距離が詰まりました。左を打っていきますチャンピオン。離れ際草間がパンチを出していく、ここでゴングだ。第1ラウンドが終了しました。両者積極的な立ち上がり、まずお二方10対10の互角です。後楽園ホールからダイナミックグローブ日本スーパーバンタム級のタイトルマッチ、ファイティング原田さんと浜田剛さんの解説でお送りしています。ファイティング原田さん、まず両選手の第1ラウンドどういうふうにご覧になりましたか。そうですね、やっぱり草間君はチャンピオンらしくですね、はい、非常にボディの攻撃良かったと思いますよ、やっぱり渡辺君もやっぱりチャンピオンらしく、まあ食わないようにしたらいいんじゃないかと思いますよ、はい、やっぱり後半効きますからね、どうしても、はい、
このチャンピオンの渡辺純一もやはりそのボディーブローには気をつけたいという話浜田剛さんしていましたが、まあ、こうやってしつこい状態で来る気配が今ありますよね、はい、あと渡辺は打ち合えば強いんですけど、その打ち合いになかなかさせてくれないというのが草間のやり方にいきますよね、はい、第2ラウンドが始まりました。チャンピオンの渡辺純一サウスポースタイル、今背中が見えています。また距離が詰まって左を打ってきたチャンピオンの渡辺、そして左右の2人はチャレンジャーの草間です。レフリーの阿部さんが両者を分けます。今浜田剛さん、レフリーからチャンピオンが注意を受けていますが、右手で首を巻いて、はい、ボディ打っていったというところなんですけどね、左ストレート、相手の奥様の方もですね、結構、はい、クリンチながらやってるんで、あ、なるほどね、だからそれを、はい、まあ、草間の連打、うん、まあ、渡辺もちょっとペース上げてる感じですね、はい、草間が連打を出しています。第2ラウンド立ち上がり、左右のフック、渡辺打ち返してくる。しかし今手数ではファイティングハードさん、はい、草間が上回っているように見えたんですが、そうですね、こういう試合の戦法だとですね、やっぱり草間も強いと思うんですよね、はい、そうですか、渡辺君やっぱりうまく足を使ってですね、当たってからのチャンスですね、はい、いきなりの右を見せましたチャレンジャーの草間、渡辺が前に出て左を打っていきます。ただああいう揉み合いで渡辺君もやっぱり頭にキャッと配りますね。なるほどね、はい、冷静にならないといけないと思いますよ。村山さん、はい、チャンピオンサイド田中トレーナーなんですけれども、顔へのパンチ、そしてボディーベイのパンチも効いているので、はい、このまま安心していけと、ただ相手との離れ際のパンチ、これには気をつけなさいという指示を出しています。そうですか、はい、村山さん、はい、そして挑戦者の草間陣営なんですが、はい、前半はチャンピオンに空振りをさせて疲れさせるようにという指示を出しています。なるほど、はい、そして上体をもっと振って左を多用していくようにということです。はい、浜田剛さん、はい、やはりそのチャンピオンのペースを乱したいというチャレンジャーの思惑があるようですね。まあそういうことですね、真正面から打ち合いだったら、はい、チャンピオン強いんですけどね、空回りさせるということなんですね、はい、今のところはこの戦法でですね、ずるずるいきそうな状態はありますよ。そうですか、うん、そうしますとちょっと草間のペースにということなんですか、うん、そうですね、だから、はい、渡辺もですね、パンチを出す、こういった要するに今クリンチがですね、はい、打つことなんですね、ナイスボディ、ナイスボディ、これで打てばいいんですよ、チャンピオン、うん、そして今度は左顔面へチャンピオンの渡辺、草間が、おっとアッパーカット、草間も手を出していきます。アッパーを突き上げるチャンピオン、空を切った、足を止めての接近戦、両者打ち合いです。揉み合いながらの打ち合いになった。だからリング中央だと草間いい感じに持っていきますよ、渡辺はもっと押し込んでですね、はい、ロープに詰めて、相に持ち込みたいですね、はい、第2ラウンド、ここは渡辺止まるんじゃなくて打つことです、はいはい、左を懸命に打とうとします。しかし、まあ、はい、草間はどんなバランスでも手を出してるんですよね、出しています、うん、これもだんだんポイントになってきますよ、はい、またちょっと右で頭を押さえつけるようにして左を打とうとしている渡辺純一チャンピオン。しかしチャレンジャーも果敢に打ち合っています。草間も積極的だ。第2ラウンドは残り時間がなくなった。両者足を止めての打ち合いがありました第2ラウンドです。このラウンドは両者の激しい打ち合いがありました。第2ラウンドはお二人の解説ともに10対9、チャレンジャーにワンポイントつけました。ファイティング原田さんはどのあたりが、そうですね、ボディ攻撃が良かったと思いますよ、はいはい、積極性ですね、はい、浜田剛さん、まあ、クリーンヒットですね、クリーンヒット、手数が違うんでですね、やっぱり当たった数が草間の方が多かったということなんですけどね、はい、チャンピオンの渡辺純一、そしてチャレンジャー草間智之、今第3ラウンドのゴンが鳴ったところです。渡辺は今のような感じですね、はい、最初に自分から手を出していくというのが大事なんですね、はい、まず最初に仕掛けたのは渡辺でしたが、そのパンチの内際を見てスッと飛び込んできたチャレンジャーの草間。このチャンピオンの渡辺純一は相手草間の印象を、まだダウンが一度もないと言っても本当に打たれ強いんだろうかという印象があると言います。とにかく、はい、パンチ殺すのがダメですね、相手に決定的なパンチを打たせていないというのが草間の印象だというふうに渡辺は話しています。確かそうなんですね、さあ今度は左を突き上げるチャンピオン、また足が止まった。両者打ち合います。草間も打つ、チャンピオンも足が止まって打ち合っている。渡辺もですね、こういうところうまく、左アッパー、ボディ左アッパー顔面に打ってるんですね、はい、これが後半
って聞いてくるといいんですけどね、あの渡辺の戦法すれば、左を突き上げていますチャンピオン。しかし左右のフックはチャレンジャー、一方のチャレンジャー草間にチャンピオン渡辺の印象を聞きますと、まずあのパンチをまともに食って判定まで行くのは無理でしょうというふうに浜田剛さん話しているんです。なるほどね、まあ、だから草間の場合には、はい、打たれたように見えながら結構殺してるんですね、ただハードパンチャーというのはその打たれ弱い部分もあるんで、ファイティング原田さん、はい、自分のパンチが当たればチャンスはあるというふうに言っていました。そうですね、いっぱいにそういう回復はありますからね、はい、でもそういう意味ではよくあの打ち分けでよく打ってますよ、だから非常にあの渡辺君もいつもの相手と違って、はい、やりにくい感じをしてますよね、はい、共に足が止まってこうしてほとんど頭と頭が付き合うような距離で、さあボディーブロー、左ボディー、左ボディーで渡辺の左ボディー、ボディーブロー、ボディー効いたか、ボディー効いてますよ、ちょっと草間の手が止まった、今の左ラッパーだんだん効いてきてますね、左のストレート、チャンピオンのボディーブローが効きました、効いてきてますよ、さらにボディーだ渡辺、ロープに詰める、おっと今度は右、チャレンジャーの右です、左右の連打、草間の左右の連打、リング中央に押し戻した、こういったしぶとさがありますね、草間は、はい、あっと左、左顔面をクリーンヒット、効いた、効いた、効いた、渡辺チャンス、チャンピオンチャンス、左完全に足がもつれています、チャレンジャー草間、第3ラウンド終盤、今20秒、渡辺チャンスですよ、チャンスですよ、左が顔面を捉えました、もっと打つことですよ、あの渡辺は、さあまだ、このラウンド残り10秒になろうとしています、第3ラウンド終盤、渡辺のパンチが当たりました、左また足が止まった、しかし草間倒れない、左を突き上げる、チャンピオン左を突き上げる、ここでゴングだ、第3ラウンド終盤、チャンピオンのパンチが草間のボディ、そして顔面を捉えました、浜田剛さん、はい、チャンピオンのボディーブローから何か形勢が変わりましたね、これ一発じゃなくてですね、アッパー突き上げているのが後半効くかなと思ったら、早くも効いてきましたね、はい、第3ラウンドの終盤バランスを崩しました、足がもつれました、こちらチャレンジャー草間智之、まあ、しかしダウンはしませんでした、しぶとい選手ですよ、この選手は、この1分間でどれだけ回復しているか、さあチャンピオンはチャンスだ、第4ラウンド、あと草間は今接近して、しつこく打とうとしていますけど、ちょっと動いてみることですね、接近すると左ラッパー飛び込みますからね、そうですか、うん、はい、平山さん、左ラッパーのボディーブロー当たりやすいうちにいるということ、あと左、左チャンピオンの左、さらにチャンピオンが連打、手を出してくる、しかし草間前に出る、草間も懸命に前に出ます、平山さん、はい、チャンピオンサイドですけれども、細かくパンチを出してこのラウンドで決めていけど、草間も気持ちがあるので手数では負けてしまうという話もしています、はい、チャンピオンのボディーブロー、そして左ショートレンジの左です、チャンピオン草間も大きな左を返してくる、チャレンジャーちょっと鼻血が出てきました、自分打たれましたからね、はい、渡辺は今チャンスですからもっと攻めることですよ、はい、足が止まりました、また両者激しく打ち合います、ファイティングハーさん、この辺りの攻防どうですか、はい、そうですね、草間がやっぱり左が打ち合いです、左は危なかったですよ、はい、渡辺チャレンジャーの左が当たりました、チャンピオンの渡辺君の方は、ね、どうしても、ね、後ろから入ってますからね、はい、インサイドが入ってますからね、草間君がやっぱり大きく外外打ってますからね、はい、パンチとしてやっぱりチャンピオンの方がインサイドが入ってますから効きますよね、はい、しかし草間も右を突き上げます、本当に粘り強いチャレンジャー、しかし渡辺も手を出してきた、渡辺攻めながらちょっと食ってますよ、あそうですか、ちょっと食ってますよ、はい、第4ラウンド1分30秒経過、一旦距離を取りました両者、順一青コーナー付近にチャレンジャーを追い詰めていく、おっと右当たりました、ちょっと食ってますよ渡辺、渡辺も過去3敗のうち2度もナックアウト負けがあります、チャレンジャー草間は決して渡辺は打たれ強いタイプではない、だから自分のパンチが当たればチャンスあると言っていました、また右、ちょっともう少し上半身、あっと右、右から左、チャレンジャーのワンツーが当たりました、ちょっと食ってますね、このラウンドはちょっと分からなくなってきました、もちろん草間は苦しいですけどね、渡辺も食い始めましたよ、はい、いやしかしファイティングハーさん、草間の反撃というのすごいですね、すごいです、頑張りがすごいですからね、はい、28歳のチャンピオンに対して26歳のチャレンジャー草間、第4ラウンド残り30秒、
になります。ロープを背にしているチャレンジャー、ショートレンジでまたパンチを出します。チャンピオン、チャンピオン、こういう試合してますとね、やっぱり疲れますよね。そうですか、やっぱりこういう試合になってると思いますよね。はい、はい、ホーンと怖いですね。でもね、左右のフック、しかし左を出しますチャンピオン。第4ラウンド10秒を切りました。大きなフックの打ち合い、右そして左、ここで第4ラウンド終了です。このラウンドは激しいパンチの応酬でした。今日の後楽園ホールリングサイドには、先日ウィラポンとの激闘を戦いました、あの西岡俊明がリングサイドにいます。渡辺純一とは98年12月に日本バンタム級の王座決定戦を戦いました。そして現在渡辺純一が練習しているパドエビ宝石ジムの坂本博之の姿も見えます。楠木三好ジムはかつては武蔵小山にジムがあったんですが、平成5年にジムを閉鎖、それ以来楠木三好ジムの選手は大塚の門海老宝石ジムで毎日練習を行っています。まあ、渡辺が入門した頃にはすでにその門海老ジムで練習を行っていたという楠木三好ジムです。いや、貴様もすごい打ち合いです。鋭いですね。はい、さっきのラウンド前半このままの勢いで、渡辺乗っかするかなと思いましたけどね。村山さん、盛り返されましたよ。はい、チャンピオンサイドもそのチャレンジャーの頑張りに非常に驚いてますね。でちょっとガードが甘かったので、そのガードをもう少し高くするように注意をしたということです。はい、やはりファイティング原田さん、あの草間のパンチを数を打っていますとね、そうですね、あのボディを打ってますとですね、はい、非常にやっぱり効いてきますし、ガードも下がってきますよ。はい、しかし両者ともに足が止まって、おっと右、右左、両者激しく打ち合います。チャンピオンの右が当たりました。これはやっぱり草間君のボクシーですよね。草間も左右のフックを打ち返します。村山さん、はい、挑戦者サイドではできるだけ離れないように、そしてパンチを細かく細かくまとめていくようにということです。はい、まあ、ですからファイティングアワーさん、こうして距離を詰めてというのは草間のということなんですか。そうですね、やっぱり、はい、足を使って、渡辺君のストレートが飛んでます。怖いですからね。はい、ただですね、距離を詰めた場合ですね、はい、渡辺の左ラッパー、草間が手を出さないと、はいはい、左ラッパーボディに何発でも飛んでますからね。動くんだったら動いて、今の右ストレート、ああいった右ストレートの感じ、スピードで勝負するという方法もあるんですね。はい、だからこうやって接近すると第5ラウンド中盤の左フック当たる可能性もあれば、はい、相手の渡辺のアッパーもラッパーですね。前半にでも、はい、前半にやっぱり草間君のあのボディを打たすとね、ここはねやっぱり切りきますよ。そうですか、はい、また足が止まって両者激しく打ち合っているリング中央。第5ラウンド2分経過しました。また渡辺はボディーブロー、左を突き上げる、接近した時、渡辺右側と低いんでですね、相手の左フック、草間 の左フックは気付けてるんですね。あ、そうですか、はい、まだガード低いですか。今の右のガード低いんですよ、接近した時、はいはい、何回も草間の左フックがかすってるんですね。これがテンポなんか当たったらやっぱり効きますからね。はい、危ない体勢にはいるチャンピオンの渡辺純一です。また左ストレートを見せました。第5ラウンド中残り15秒になります。あと渡辺とすると、はい、ロープまで詰めるぐらい打っていくと自分のペースを持っていけるんですよね。そうですか、うん、第5ラウンドもほとんど時間がなくなりました。第5ラウンドは終了しています。赤コーナーチャンピオンの渡辺純一、今リングの中に入って指示を出しているのが楠木三好ジムの65歳、三好敦義会長です。41歳で独立しまして武蔵小山にジムを作りましたが、平成5年にジム閉鎖、現在は大塚の門海老ジムで所属の選手が練習を行っています。現在プロでこの楠木三好ジム所属の選手というのはこの渡辺純一とストロー級の大西、わずかに2人だけです。
まあ、三好会長に言わせますとファイティング原田さん、はい、自称日本で一番小さいジムなんだというふうに言っていますが、でも立派なチャンピオンを育てましたからね。ね、やっぱりあの非常にあのボクシングが好きですからね、会長もね、はい、やっぱりそのだからあのこのチャンピオンを与えにかける意欲というのは大変、ね、素晴らしいものになりますよ。はい、そのチャンピオンが今日2度目の防衛戦を迎えています。チャレンジャーはこれまで3人の世界チャンピオンを生んだ名門美佐子ジムの草間智之です。まあ、しかし中盤はお互いに足を止めて激しい打ち合いがありましてね。はい、そうですね、後半やっぱりこれから勝負ですね、はい、お互いにやっぱり辛いですからね、そこは歯を縛って頑張った方が勝ちだと思いますけどね、はい、やっぱりチャンピオン負けられないし、挑戦者もやっぱり草間君もさあ打ち合うチャンピオンでありたいしね、そういうやっぱり盛り上がりがありますよ。はい、村山さん、はい、挑戦者草間陣営では、先ほどのインターバルでこのラウンドからがお前の得意とするところだと言ってお送り出しました、はいはい、でボディをもっと多用していくようにということです。はい、まあ、浜田剛さん、はい、終盤の粘り草間は定評がありますからね。いや本当に粘り強い選手ですね、まあ、3ラウンド目見た時には、はい、このままノックアウトされるかなと思いましたけどね、はい、今本当に身体ですよ。浜田剛さんも中盤4、5ラウンドあたりは差がつけられなかったというラウンドでしたが、ずいぶん渡辺盛り返されたんですね、まあ、ですからこれから終盤試合の流れによってこのあたりのラウンドどちらにポイントが流れているかというのもね、だから今本当に一進一退の状態ですからね、はい、ここでちょっとでも集中力を切らしたりした選手は押されるでしょうね。そうですか、はいはい、本当にしつこくしつこくもう両者ともやってますからね、ちょっとでも休みたいなと思った選手は押し込まれるでしょう、はい、とにかくこうして足を止めて距離を詰めての激しい打ち合いが試合中盤続いています。第6ラウンド後半に入って第6ラウンド2分が経過したところです。一旦レフリーの阿部が分けました。右のフック、また草間が飛び込んできます。右のダブル、頭をつけます。渡辺はリング中央じゃなくてですね、はい、あと今左ラッパーですね、再三やっぱり、狙われてるところあるんで、もっと今みたいですね、はい、今みたいに右がガード開けんときですね、はい、それと渡辺はいいです、はい、ロープまで、打っていくぐらいの手数が欲しいところですね。まだ手数が足りないんですか。足りないですね。足りないですか、うん、はい、貴様の方がやっぱりしつこいですよ、しつこくしつこくしぶとく攻めてくる貴様、はい、中央ではやらなくてロープに詰めてやるというのが大事ですね。左のアッパーを見せましたチャンピオン。しかしここで第6ラウンド終了です。チャンピオン渡辺の表情ですが、ファイティング原田さん、はい、どうなんでしょうこの表情は。随分左目ですか。渡辺の首顔はちょっとね、ちょっと珍しいですね、はい、ちょっとその目の周りの腫れも目立つようになってきました。腫れはやっぱり知ってますよね。そうですか、はい、三好会長が懸命に指示を送っています。こちらチャレンジャーの草間智之、まあ、草間はどちらかというと試合のたびにその鼻血が出るというのがちょっと癖になっているということで、今日の試合も多少鼻からの出血があります。草間はサウスポーとやるのは今日が初めてなんです。あ、そうですか、やっぱりやりにくいですからね、これまで、はい、とにかくスパーリングでも全くサウスポーと噛み合うことがなかったんだというふうに言っていました。でもこれ中に入っちゃえばサウスポーも意味もないですからね、ただ鼻際とか、はい、そういう時に怖いですけどね、とにかくこの2ヶ月間90ラウンドを超えるスパーリング草間、サウスポーにまず慣れることを主眼に置いてスパーリングを積んできたと言います。でもサウスポーによくそういう練習してますよね、身をよく打ってますよ右から、はい、あ、そうですか、はい、リング中央また足が止まりました。ここにもやってたらもう左も右もないですからね。そうですね、はい、はい、おっと左左フックチャンピオン、そしてまた右を出そうとするところを草間が距離を詰めます。ここで渡辺は確実なはっきりとしたポイントが欲しいところですね。左、あと右を切った、まともに切った。今ボディストレート来てから草間君の右ストレートね飛んできましたね、チャンピオンが右を食いました。第8ラウンドも一進一退の攻防が続いています。今度は右は相打ち、さあまた両者接近しての打ち合い、ボディを打っていくチャンピオン。これで左で左が当たりました。打ち込んでいくとチャンピオンの左が当たった。ここで体を入れ替えるレフリーの阿部が分けます。左目がだいぶ腫れてきましたチャンピオン。
草間相当バッてますよ。バテていますか。バッてますよ、はい、ここで渡辺が打つことができるともっとバテますからね、はい、そうしますとそのダウンを奪うという、そしてはっきりとした、ダウン取れなくてもはっきりとしたポイントを取ることができると、はい、いうことですね、まあ、どこまでバテてるかというとですね、まあ、これは草間のうまいところでもあるんですけど、はいはい、空振りすると相手に体ごと預けてるんですね、はいはい、これで一つ、まあ、ごまかしも効くところがあってですね、そのあたりがで、しかもそうすることによって相手に決定的なパンチを許さないというところもあるんでしょうか。そういうことですね。第8ラウンドもまもなく残り30秒になります。ローポー選手たチャレンジャーチャンピオンがワンツーを打っていった。左を打ちます、うん、チャンピオン。この小さいパンチがですね、小さいイタラッパー、はい、これが打線をもっと効いていますからね、はい、今日が2度目のタイトル防衛戦です。初防衛戦は3ラウンド KO でクリアしたチャンピオンの渡辺純一、しかし今日はタフな草間と中盤一進一退の攻防が続いています。第8ラウンドも残り10秒になりました。ボディーブロー、チャンピオン、チャレンジャーも打ち返してくる。ここで第8ラウンド終了です。日本スーパーバンタム級タイトルマッチ、残すところあと2ラウンドになりました。中盤はチャンピオン渡辺純一、チャレンジャー草間智之、一進一退の攻防が続いていました。浜田剛さん、はい、非常にこれはその採点も難しいラウンドが続きましたよね、まあ、特に、4回以降5回以降というのは、はい、揉み合いの状態ですからね、はい、本当に両方とも小さいパンチのヒットなんですね、これはどういうふうな採点するかで割れますからね、はい、そうしますとファイティングハーさん、はい、残す2ラウンド明確なポイントをね、そうですね、この2ラウンドというのは重要ですね、大変ですね、しっかり取った方があるじゃないですか、はいはい、しかもお互いにかなり足を止めて打ち合って体力の消耗もかなりあるでしょう。そうですね、これはやっぱりお互いに掴んでですかね、疲れてますから、はい、頑張ってもらいですね、はい、でもそれだけにやっぱりタイトルマッチらしいね、その練習してきてますからね、はい、これだけのやっぱりいいファイトできますよね、場内も渡辺に対する声援、そして草間に対する声援が交錯しています、後楽園ホール。平山さん、はい、チャンピオンサイドもこのチャレンジャーの頑張りを相当評価してましてですね、お前が気持ちで負けてどうするんだという精神的な指示を出しましたね、はい、この辺やっぱり聞いてると思いますよ。そうですか、渡辺君が行くチャンスじゃないですかなと思いますね、村山さん、はい、挑戦者草間サイドでは、はい、ポイントはここまでイーブンと見ています。イーブン、はい、あとは手数だということです。あっと左、チャンピオンの左が当たった、しかし草間を打ち返す。この辺り一発一発重いパンチが当たるんですが、草間も手を返してきます。いや本当しぶといですね、相当バテてるんですよ草間は、はい、足を止めて打ち合う、両者激しく打ち合います。いや本当しぶといですね、しかし渡辺も、あ、左のまぶたはもうかなり腫れ上がりました、まあ、接近しての小さいパンと数多く打たれたということが言うかもしれないですね、はいはい、渡辺の顔面が、両のまぶたがかなり腫れ上がってきました。特に左の腫れが大きい。草間も鼻血を出しています。あっとバランスを崩した草間。第9ラウンドも間もなく残り1分になります。チャンピオンが足を使う。チャレンジャーがちょっと後ろに下がる。赤コーナー付近、左の空を切ったチャンピオン。リング中央に戻りました。第9ラウンドも残り1分を切っています。明確なポイントを取りたい両者です。一進一退の攻防が続いています。左ストレート、青コーナーに詰めるチャンピオン、しかし押し返すチャレンジャー、左右、さあ草間の連打、チャンピオンも連打、左、お互い左が当たっています。いやー草間もしぶといですね。あっとマウスピースが落ちました。しかし試合を続行します。チャレンジャー草間のマウスピースがちょっと落ちました。しかし試合を続けます。このラウンドも残りまもなく15秒になります。第9ラウンドも残り10秒になりました。あ、渡辺の左のまぶたの腫れが大きくなりました。しかし渡辺左を打つ、右渡辺左、渡辺が打っていく、ここでゴング、ここでゴング、大歓声の中、大
9ラウンドが終わりました。第9ラウンドの終了間際には激しいラッシュを見せました。今日が2度目のタイトル防衛戦になります。楠木三好ジム渡辺純一、一方粘りのボクシング。第3ラウンド一旦はグロッキーに追い込まれたんですが、しかし見事に持ち直しました。第9ラウンドまで戦いを終えましたチャレンジャー草間智之。さあ日本スーパーバンタム級タイトルマッチ、ラストラウンドのゴングが鳴りました。今レフリー阿部が両者のグラブを合わせました。残り3分の戦い、第9ラウンド終盤にチャンピオンがポイントを取ったでしょうか。ラストラウンド、まあ、9ラウンド目の、はい、ゴング間際の攻撃というのは印象的にいいですね、できることならチャンピオンとしてはこのラウンドも取っていきたい。チャレンジャーとしてもなんとかこのラウンド取り返したい。中盤はとにかく一進一退の攻防でした。さあラストラウンド、お互い記録を振り絞ります。皆さん、はい、チャンピオンサイドはもうお前がチャンピオンなんだ、あとは気持ちでいけと、うん、ラスト3分だという指示だけです。もうファイティングハラさん、はい、ここまで来たらもうお互い気持ちの勝負ですね。そういうことですよ、もうここでも3分間だね、はい、もう休まずに打って打って打ちまくってもらいたいですね。おっとフリー左ストレート、草間がまたバランスを崩しました。フリー残しちゃいけないよね。そうですね、うん、やはり浜田剛さん、はい、かなり草間も疲れてはいますね。いや今の動き見ますと疲れてるんですね、まあ、その疲れているのをなんとか体の柔らかさ、うまさで、ごまかしてきているところありましたけどね、ここは渡辺が内に出てくるとなかなかごまかしが効かなくなるという状態があるんですね、はい、しかしチャレンジャーの草間もここまで KO 率 83% を誇るハードパンチャー渡辺の前に一度もキャンバスに沈むことはありませんでした。ラストラウンド1分30秒経過、左チャンピオンの左です。残りがどんどん時間が少なくなっていきます。ボディを狙っていきましたチャレンジャーの草間、リング中央です。おっと左、チャレンジャーの左が当たった、チャンピオンも打ち返していく、左が当たった、チャンピオンの左、離れ際両者お互いにパンチを出していきます。細かいパンチの応酬です。ラストラウンドも残り1分を切りました。今度はチャレンジャーのいきなりの右、左を突き上げるチャンピオン、左、しかしチャレンジャーも粘る、チャンピオンも執拗に打っていきます。お互いの気持ちと気持ちがぶつかり合います。日本スーパーバンタム級タイトルマッチ、さあ激しく打ち合いになった。ラストラウンド残り30秒になる、ちょっとチャンピオンの渡辺の口が開いてきました。チャレンジャーの草間も疲れています。しかし最後の気力を振り絞るボディーブロー、うん、チャンピオンのボディーブロー、草間の手を返していく。さあラストラウンド残り10秒、場内騒然としています。激しく打ち合う、チャンピオンがラッシュをかける、草間が押し込んでいく、チャンピオンが打つ、ここで試合終了。激しい攻防、両者健闘をたたえ合いました。フルラウンド戦い抜きました両者、勝負は判定にもつれ込みます。放送席のお二人の採点ではともに両者ともにチャンピオン、わずかにポイントリードしていますが、今日のジャッジ熊崎さん、そして伊達さん、手崎さんはどのように採点したでしょうか。まもなく結果が場内に発表されます。チャンピオン渡辺タイトルマッチ2度目の防衛に成功しました。チャンピオン、この晴れ上がった両のまぶたが今日の激戦を物語ります。チャレンジャーの草間も勇敢に戦い抜きました。しかしチャンピオンの渡辺純一が日本スーパーバンタム級タイトルを守りました。いやー、ファイティング原田さん、激しい試合でした。そうですね、次回からやっぱり10回まで素晴らしい、やっぱり両選手のファイトを見せてくれましたね。はい、濱田剛さん、はい、結局判定はチャンピオンということになったんですが、やっぱりですね、最後の8、9、10、はい、これが分かれ目だったかなという感じでしたね。なるほど、しかしこの渡辺のこの腫れ上がった顔を見ればね、今日はこの苦しい試合で勝ったという
ということは、ほっとしたのと同時に、はい、自信もつくんじゃないですかね。なるほど、はい、こういった苦しい試合でもまた最後のグッと踏ん張りできるんだという気持ち、が出てたんじゃないですかね、はい、今場内に採点の結果が発表されています。3人ともにチャンピオンの渡辺純一です。では見事防衛しました渡辺選手にお話を伺います。いや、すごい試合でした。すいませんでした。まだまだ練習不足です。まだ頑張りますんでよろしくお願いします。すいません。左目の上が大きく腫れていますが、激しい打ち合い、そして当たり合いでした。いや、これが悔しいことにパンチじゃなくて頭なんですよ。いやー、キャンタムのパンチが効きましたね。はい、草間選手、一度もこれまでダウンしたことがないという選手でしたけども、どうでしたか。よく頑張るいい選手だと思います。はい、はい、どうですか今日振り返ってみて、でも良かったところどういうところですか、チャンピオン。あ、そうですね、やっぱでっかいパンチじゃなくてちょっとずつ細かいパンチも打ってくるようになってきてるんで、まあ初めではいいと思います。また練習して、はい、もっともっと頑張ります、はい、これで2度目の防衛に成功しました、はい、いや2度も3度も4度も同じですねでもただ本当に来る試合を手を抜かないで、一戦一戦頑張るっていうのが僕のポリシーなんで、手を抜かないで一生懸命、頑張りたいと思います。厳しい試合、多くの人が声援を送ってくれました。最後に一言どうぞ。いやもう僕は本当そういう声援、お客さんが応援してくる声援でも頑張ってるような、生きてるようなもんなんで、山梨からも福島の方からも結構遠くからみんなバスを貸し切って迎えに来てくれて、そういうのがやっぱ渡辺を強くするんですよね、はい、だからこれからも一生懸命頑張りますんでよろしくお願いします。見事防衛成功しましたチャンピオン渡辺純一選手です。まあ、というこの、ね、試合を離れますと本当に気さくな明るい性格のチャンピオンなんですけど、よく喋りますね、僕らはもう喋れないのですよ。もうリングの上でね、はい、最初ラウンド5分になったらもう倒れるぐらいに近いと思えて、今の子たちはいいですね、はい、随分喋れますね、渡辺純一は浜田剛さん、はい、ボクシングをやっている以上やっぱり世界タイトル一番上を目指したいんですというふうに話していました。やっぱり夢を多く持ってですね、まあ、今のインタビューでもあったように、はい、嬉しそうですね、まあ、その気持ち、嬉しい気持ちをまた味わいたいという気持ちで練習すれば、はい、また楽しみでしょう。この渡辺純一、次は来年の1月にもチャンピオンカーニバルで、指名挑戦試合を受けることになっています。日本スーパーバンタム級タイトルマッチはチャンピオンの渡辺純一が3対0の判定で2度目の防衛に成功しています。